宅部の勉強。どうも、じゃあ篠原です。今回は帰宅部の人たちがどういう勉強をしたらいいのかという話をしたいと思います。帰宅部の人、まあ部活動ね、特定の部活動に所属していない人がじゃあどういう風に勉強すればいいのかっていうことです。何をするべきかということなんですけど、まずね、帰宅部の人ってどういう特徴があるのかっていうことをちょっとね整理してからどういう勉強をするべきかという話をしたいと思います。まず帰宅部の人、部活動所属してない人って時間がありますよね。あと運動部って結構しんどいんですけど、家に帰ってから体力が余っている状態で家に帰ることができるっていうところも特徴だと思います。時間と体力っていうのが部活をやっている人に比べて帰宅部の人っていうのは余っている状態だと思います。一方で帰宅部の人っていうのはメリハリがつきにくいんですよね。メリハリがない生活を送りがちであると。というのも帰宅部の人っていうのは、まあ、日常がずっと続くわけなんですよ。テスト期間前だからとか入試前だからっていうことが特にないんですよね。ところが部活してると、例えばテスト期間中は部活が休みだったりとか、入試前はもう引退している部活がない状態だったりとかっていう風になるので、メリハリがあるんですよ。帰宅部の人っていうのは自分でメリハリを設ける、スイッチのオンオフを自分で切り替えないといけないっていうことになるんですね。まあ、これが帰宅部の特徴と言えると思います。その上でなんですけど、じゃあ帰宅部の人ってどういう風に勉強すればいいのかっていう話ですよね。それは何かっていうと、このデメリットのメリハリというのを何とかして帳消しにするものを設けるっていうのがいいと思います。メリハリを自分で作ろうということですね。これがね、大事なのかなっていう風に思います。集中するときは集中する、で遊ぶときは思い切り遊ぶっていうようなオンオフの切り替えっていうのをやるべきだと思いますし、そういう風にやることで勉強にも身が入るんじゃないかなと思います。ただグダグダゲームやっててもしょうがないんですよ。なので帰宅部の人はぜひこの動画を見終わった後、今自分が勉強してるスペースから漫画とテレビとゲームを撤去してください。物理的に勉強と遊びの空間を分けてしまうっていうことですね。例えば自分の部屋で勉強している、で自分の部屋に漫画とかテレビがあるっていう状態だったらリビングで勉強する、逆にリビングにテレビとかゲームとかがあるんだったらもうそれのけてしまうとか、あるいはやらないっていうふうに決めてしまう、その一定の時間のテレビの独占権を親に与えるみたいな、そういうふうにしてメリハリを自分で作る工夫をするべきなんですね。じゃないとまあぐだりますよね。勉強しようと思っててもまあ 2,3 分で飽きるとかね、そういう風にしてグダグダと終わっちゃうと、グダグダと終わっちゃって部活をやってる人にもともすれば成績が悪いということになりかねません。なのでメリハリを物理的に設ける、空間的に設けるっていうことが必要かなというふうに思いますし、それをすることで勉強にも身が入るし遊びもしっかりやれるっていうふうになるのかなと思います。はい、ということで今回帰宅部の人がどういう勉強をするべきかということについて僕なりの意見というのを話しました。まず帰宅部の人っていうのは時間と体力はあるんです。その一方でメリハリがつきにくい生活を送ってしまいがちです。じゃあどうすべきかということなんですけど、メリハリを自分で設けることでメリハリのない生活っていうのをなくしてしまう。そしてそのために勉強する空間と遊ぶ空間っていうのを別個に作るということですね。自分の部屋で勉強している、そして自分の部屋にテレビとかゲームとか漫画があるんだったらそれを排除する、リビングで勉強することにして自分の部屋はもう遊ぶだけの空間にするだとか、一定の時間は親にゲームとかテレビとか漫画とかの独占権を与えるみたいな風にするっていうことですね。これはね、今すぐやった方がいいと思います。というのも後でって先延ばしにしてると結局やらないと思うので、今すぐねやってメリハリのある生活っていうのを取り戻してください。ということで今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。まあね、帰宅部の人はその部活動がね多分めんどくさくて、多分なんていうのかな、入ってないんだと思うんですけど、あのね、部活動はね、僕もねその高校生の時はそのめんどくさいと思ってたし、柔道部やったんですけど、なんていうのかな、入らなきゃよかったってずっと思ってました。ずっと思ってたんだけど、今思ってみれば、大学に入って思ってみれば、あ、やってよかったな、柔道やってよかったなって思うこといっぱいあるんで、なんていうかな、部活動っていうのはもう
まあ、やった方がいいのかなっていうふうには思います。まあ一人一人ね、自分なりのその人生があるんで、やれとは強制しませんけど、まあやった方がおそらくためにはなるんじゃないのかなっていうふうに思います。でね、部活動やらないんだったらね、せめて成績ぐらいは高い成績取らないと。部活動やってる人負けたらちょっと尺じゃないですか。なのでまあ勉強ぐらいはねした方がいいのかなっていうふうに思います。まあ僕はね、主に部活をやってる人がその短い時間、限られた時間の中でじゃあどうやって結果出すのかっていうことについて、まあ話していくのが主流なんですけど、今回はね帰宅部について話させてもらいました。でこの動画はそのコメントのリクエストがあったので、それに答えたという形になります。でまあこの動画に限らずなんですけど、コメントでこういう動画作ってくださいっていうのがあれば、できるだけそれを採用したいなと思ってるんで、よかったらね気軽にコメントをしてください。あとチャンネル登録ですね。チャンネル登録してもらったら僕のモチベーションになるんで、よかったらチャンネル登録お願いします。あとツイッターフォローしてもらったら更新情報とか逃さなくて済むと思いますので、よかったらツイッターもフォローしてください。ということでまた次回会いましょう。